フリーザ軍の YouTube でポーン一番くじ開封動画どうも、モブです。フリーザですよ、ね。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします、チャンネル登録。お願いします。53万目指してますからね。はい、そうです。よろしくお願いいたします。ずっと7万1000を。そうですね。うろうろしてますから。ちょっとネイルさんよりもちょっと高い戦闘力。増えず、減らず。減らず。ずっとうろうろしてる、うん。減っては増え、減っては増え。今回はですね、はいはいはい、一番くじ。はいはいはい。ファンタスティックアドベンチャー。ええ。というですね、今日、そのタイトル、ね。はい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 。無印でございます。あ、出ました。大好きなやつ。もう初期も初期。フリア様が大好きな無印。しかも、初期も初期です、ね。初期も初期の初期初期。初期です。モダン初期初期です。違う。モダン初期初期。浜田真理さんの。フリア様が一番お金使ってる企画ですもんね、これはね。まあ。実弾を使ってるやつですもんね。そうそう。これ伸びてほしいですね、はい、この動画、うん、今回は、はいはいはい、ブルマさんが後ろに乗って、はいはい、悟空が運転するバイクのフィギュアかな、はい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 、教師のやつ、鳥山先生が一番メカにこだわった時のやつだ、そうそれがフィギュアであったりするんですよ、はい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 、今日もですね、5回、はい、行きました、お金使って、戦闘力は4000でございます、4000円使って、はい、ナッパさんの戦闘力分4000円使って、はい、行きましょう、今日はね、4000円分のいや、お金使ってものがね、お願いします、どういう風な感じに見えるのか、はい、やっていただきます、イエーイ、まずはですね、よしこちらでございます、よし早速もうこちらですね、行きましょうか、行きましょう、ね、おいしょ、重たい、お完全に重たい、もうフィギュア、これはもう重たいからフィギュア、お重たい、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 きえーって。まあまあまあ。こちら、ラバー雑貨コレクションというので、H 賞。H 賞。ですね。ラバー雑貨コレクション。まあ、ラバーキーホルダーみたいな。ラバー版、うん、キーホルダー。ちょっと開けてください、開けてください。これ、ね、ドラゴンボールと書かれた、はい、ものなんですけど。はい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 、あ、結構、あ、結構バンドですよ。そこの粘着に驚くんじゃないですか。すごい。結構。いや、あなた戦闘力高いんだから。結構すごい。バーってやってる。ぶっ壊すぐらいやってください、ちょっと。そうですね。はい、おー。そう。ちなみに、ね、ローソンで今、弾けます。はいはいはい。はい、すごい硬い。あ、いいじゃん、このキーホルダー。かわいいかわいい。全然落ちちゃう。掴んでるからね、お前。あなたが、物を掴んでるから落っこってこないんだよ。こちらですね。ああ、はいはいはい。かわいいですね、いいですね。はい、BST ってね、こうチャイナ。いや、そこ見せてどうするんですか製造元かなんかわかんないけど。チャイナですね。そこ見せてどうするんですか、はい、何が広がるんですか、そこ見せて。何がする、そこ見せて何が広がるんですか、チャイナで中国で作られたなと思って。こちらでございます。いいですか、これ。はい、どうぞ。あ、これはいいですね。いいでしょ、これかわいらしいです、はい。ちょっとこうやったらちょっと本州みたいな感じ、ね。何言ってんすか、本州、何がある、寝不足ですから、本州さっきから何言ってんすか、北海道あって本州シャイラー見せたり本州みたいなとこ行ったり、何言ってんすか、何がある、これだけを考えてんでしょ、いや大丈夫で、編集しやすいよ、大丈夫ですよ、これね面白いけど、はい、H 賞、まあ、まずは ね、もう全然いいと思うんですよ、はいはいはい、次、おっ今度こそフィギュア、もう重たい、重さが違う、フィギュア、よし、おい、おー、ね、なんだこれは、キャン玉袋ですね。いや、よくない、それはよくないですよ。それはよくないですよ、あなた。ドラゴンボールの品物に対して、キャン玉袋はよくないですよ。初期は、初期はまだ、ちょっとお下品だったから、金玉袋とかやったでしょ。パンパンとかね、おめ女だから。まだキャン玉は僕、隠してますよ。ちゃんと金玉袋だって言ってましたから。巾着ポーチ。巾着袋ね。巾着袋、これはもうね、何でも。こう入れれますからね、はいはい、開けましたこれ亀仙人だ、亀仙人、そう、おすごい、めっちゃすごい、ああもう破っちゃいましょう、そう、こちら、あー、これいいじゃないですか、はい、亀仙人の袋はね、いろいろ使いますね、ハンカチとか入れてね、ハンカチ入れるんですか、分かんないですけどね、ね、入れちゃいます、あー、入れちゃいますこれね、これこうキーホルダーも入れれますから、ね、素晴らしい、はい、いいですね、使い勝手良さそう、使い勝手いいですよ、で次、はいはい、3つ目。お、今度こそ。折り返しです、折り返し。これはもう重量が違う。これ重さが違う。ほい。キエイ。お、お、牛乳瓶グラス。修行に使っていた。修行に使っている。クリリンと悟空が修行で運んでいた。かわいいやつ。牛乳瓶。
牛乳瓶。あ、牛乳瓶の、おー、面白い、こんなのがあるんだ。そうね、牛乳瓶がグッズになっちゃった。はい、グッズになりました。すごい、牛乳入れてね。亀牛乳って名前で。そうそう、亀牛乳は美味しくなそうですね。亀牛乳。亀の牛乳。生臭そうですけどね。亀牛乳。イラストもまあ3種類。あー、なるほどね。うん、3種類あって。ランチさんも出てくるんだな。そうそうそう。びっくりしたのがね、ガラス製のやつを商品するなって。ねえ、そうですよね。これガラスなんですか、これちゃんと。そう。あ、ガラスだ、ほんとだ。こんなんだって。やめろやめろ何してんの二人とも気狂ってるぞ、ほんとに。二人ともおかしいぞ。強いですね。私だけだと思ったら強いですね、これね。強いですね、じゃないですよ。じゃあ入れちゃいましょう。ね、これも入れましょう。はい、もうね、これね、入っちゃう。はい、次いきましょう。お、あ、今度こそ、お、もう4つ目、今度こそ重たいフィギュア。お、こちら、お、こちら、牛乳瓶。あー、牛乳瓶だ。同じやつ。え、ちょっと、中身は、中身は、こっちは、配達してる時のはい、これ中身まだ見てないですからね、はい、中身違うの来てくれよ。中身違う絵から来い。ランチ、ランチ来い。あー、同じだったー。あ、ちょー、いや、それ何、同じかー。あー、いや、メンタも取れたじゃないの。同じだったー。メンタも取れたぞ。DB 芸人の先が見えません。いや、先が見えませんなるほどね。はい、2本入ましたよ。2本入るかな。あ、2本入った。2本入ったシンデレラフィーチ、ね、次ラストです。いよいよラストですよ。いよいよラスト。これでかいっすよ。今度こそ。マジで。これはでかい。でかいよ。またまた。よまたペラペラペラのなんかなんじゃないの。どうぞー、シーショー。あ、すごい、なにこれ、はい、カプセルハウスクッション。へぇー、はい、これはいいじゃないですか。そう。うん。おー、すごい、大きいのはやっぱりいいっすね。これでやっぱ一番くじゃでかければでかいほどやっぱいいっすね。でかければでかいほど、実用性があるから、ね、クッション、クッション開けましょうよ。クッション、ね、うわ、すごいすごい。カプセルコーポレ、カプセルハウス、そう、クッション、悟空とブルマが寝泊まりしたところですね。そう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 、ね、はいはいはい、ちょうどパンパンのところですよ。パンパンのパンパンのところ。あー、ポンとなったらこうなっちゃう。すごーい、すごい、ね、すごい。多分これ企画の時に、はいはいはい、この時ってほらランチさん出てくる時、ランチさん出てくる、はいはい、クッションっつのでクッションができた、ね、いや、絶対違う。企画会議で絶対違うよ。いやいや、ハックションのクッション取らないっすよ。企画会議の時に、はいはい、もうあんだしめちゃめちゃしてますから、あ、まあまあ、あの人たちって、まあまあね、もうわけわかんなくなって深夜会議でクッションっつの時、あ、クッションでいいやつってクッションが多分できたと思うんですね、はい、あ、でもこれはでもいいですね。そうでしょ、これあ、はい、これは最高、うん、いいじゃん。まあ言ったらまあ戦闘力4000ぐらいの価値はそうですねあるんじゃないですか。これは全然ね、はい、今回良かったですね。実用的に使えるしね、これで毎朝ね牛乳飲んでね、そう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 、お風呂上がりとか、これ金玉入れてこうやって、いや、そう、金玉入れてね、金玉あれ否定した人間でしょ。何否定した人間が金玉入れてねえじゃないですか。冷静に考えなさいよ。この動画を冷静に見なさいよ。後で冷静に見なさい。よくないですね。こんなの残っちゃいけません。私も冷静に見るから。なんでチャイナって言ったんだろうって。二人ともおかしかったですね、今回ね。でもまあ、見事な成果だったじゃないですか。ね、はいはいはい。また次の一番くじも、ね、ご期待ください。次はね、ダイマだと思います。お、いよいよダイマが出てくる。次はダイマが。ダイマ一番くじ、もう来る？もう来る。もう来る、うん、おー、だからもうダイマのフィギュアですよ。ニョイボーペンとかで、ニョイボーありそうなんかありそう、ニョイボーペンありそうだな、ね、これ企画だと聞いてたらやられたーってニョイボールペン、ニョイボールペン、ニョイボールペン、いや、これあるぞ、ニョイボールペンあるぞこれはやっぱ今ニョイボーやっぱフューチャーされてますからね。ニョイボーフューチャーされてる。そうそう、楽しみですけれども、はいはいはい、また次回もやっていきましょう。はい、イエーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントなどなどよろしくお願いするぞ。フリーザじゃんけん、じゃんけんパーン。負けたやつは